はいどうもー、毎度おなじみゆうご .tv でーす。お届けするのはアッシー佐久間ゆうごでございます。早速本日も人生に役立つ情報を共に学んでいきましょう。それでは今日のお題は、本を読んでる人はいつまでも青春時代を送っている、こちらのお題を今から読んでいきたいと思います。人間の向上心は本を読む習慣があるかどうかでよくわかります。雑誌や新聞は NG です。雑誌や新聞は主に人の悪口や日々の悲観な出来事がニュースになっています。そうした知識を知ろうとすることは向上心はちょっと違います。雑誌や新聞は比較的簡単に手に入るものです。新聞は毎日ポストに入れられ、雑誌はコンビニに行けばずらりと並んでいます。しかし本だけは自分で時間を作り積極的にならないと手にすることはありません。わざわざ本屋に行ってまで本を読もうとする人は皆向上心のある人だと言えます。本を読んでいる人で向上心のない人はいません。本を読んでいる人は必ずやる気や向上心、好奇心のある人です。つまり心が若い人なのです。自分を向上していこうという気持ちがあるからこそ本を読もうという気持ちが生まれます。本を読みたい人は面倒でもわざわざ買ってでも読みます。これがまだまだ心が若いという何よりの証拠なのです。今日の格言、本を読む習慣を身につける。なるほど、間違いないね。いや、間違いないかはよくわかんないけど、本を読む人は心が若い、なるへそ、そんなことは考えても言えなかったですね。でも確かに好奇心があるのは間違いないですね。本を読むだけで世界観が広がるような気がする。一冊読んで一言でもなんか響く言葉があれば、あ、読んでよかったなって思いますね。だから例えばいろんな修行とかして、例えば悟りを開いた人とか成功して金持ちになった人、そういう人のノウハウが本屋に行けば中古とかで100円とかで買えるんですよ。なんて素晴らしい。これを生かさないのはもったいない。自分も趣味が読書なので、最近アマゾンで買った本、成功の原石、どん底からの企業率、逆転の仕事、この辺はもう読んだ。ああ、これから今読むのは楽しみな。このパール判事の日本無罪論で、これこの間友達から借りた、まだ GHQ の洗脳に縛られてる日本人だったんですね。ストーンマーケット、東京アンダーワールド、ノンフィクションで、これ友達に貸したやつ返してもらって、嫌われる勇気、アドラー心理学、まあいろいろ本を読むのがやっぱ楽しいですね。いろいろ学べるし、あとちょっと最近パッと思いついたのが、これ本目次だけこう紹介して、10代の時にやっぱり読書に出会ってればよかったなってやっぱ思いますね。そうするとやっぱ人生観すごい変わったと思いますし、だからちょっと目次だけ朗読しておすすめの本、10代の時に読んでおけばよかった本紹介みたいなを動画でアップしたら面白いかなってちょっと考えてます。まあいろいろなんか思いついて面白そうなことを全徐々に挑戦していきたいと思います。ということで本日はこの辺で、本を読もう。はい、ドロン。